持っているけどもね。お前、ま、あなたがね、俺の足を引っ張るような真似をね、しないでほしいね、ここはね。いやね、まさかこういう形でその自分の実力をね試すことになるとはね思わないと思うよ、誰もきっと。そう、そうだね。いや、お金があればすごい嬉しいよ、それは、うん、同じこと言ってるやん、やっぱり勧誘を渡す、うん、あのね、今この電話で話してる限りのことはね、さっきまでトーマスが話したこと全く違うよ。話の展開が見えてこないんだよ。さあどうしよう。書けばいいんじゃないか。俺は、いや違う。話をつく。ここね、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 ここね。いや、おく、うん。そうだよ。そうだよ、もちろんだ、ね。いやね、いや、お金欲しいよ、それはね。でもね、多分ね、無理だと思うんだ、きっとね。手元にある5枚の色紙より500円だろう。なんだ、もうなんだ、もうお金いらないから、そういうその色紙を無駄にしないことを考えて、俺は。4枚色紙を無駄にして、1枚の色紙に1000円の価値をつければいいんじゃないのか。いや、もっと有用な方法があると思うな、きっと。色紙だってね、泣くぞ、きっと。そうだよ、卒業式に使うとすごい泣けるよね。そうだけどね、オークションに出品というこの命題がね、理解できないわけだよね。俺はその自分の画力はね、重々承知だよ。手で。もう一回聞こえなかった。あ、それあかんな、俺機械苦手なもん。あのね、トーマスさんしかいないよ。ちょっと、ちょっと待って。トーマスさん、あれ、携帯をね、こうやって耳につけずに話す方法だったっけ？専用のインカムが多分売ってるよね。無理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 です。はい。そうだよ。かなめちゃん？かなめちゃん。ないもん、そんなん。かなめちゃん。いました？携帯電話をさ、ハンズフリーにする方法ってわかる？何ハンズフリー？そう。最新機ならかなめちゃん詳しいでしょ？音量が小さいね。音量切ってる。喋って。あれ、これ普通だな。普通だね。ハンズフリーにどうやってやるんですか、マネミちゃん。ちょっと待ってね。できなければできないんですよ。どこだ。違うな。すごいね、突然テレビ電話が発動し始めたね。いや、多分違うと思う。わかりませんあれ、ガレベちゃん KO! よし、はい、てか今音量上がったからいいんじゃねえのか。ボタンにスピーカーつーか、ボタンにスピーカーみたいなね。ムーバーにもついてんのか。ボタンにスピーカーみたいな。ムーバーにもついてんの。これフォーマーじゃないの？704ってフォーマーだっけ？うん。一応あるにはあるんだけどな。いや、それ押しても多分。うん、スピーカーみたいないでしょ？それ僕何度も押してるよ。うん、でもね。ない、ない。やつはそれで一応ハンズフリーになる。ない。
あきら知らないよそんなあきらあ何そうなのかな。でもあれ702でしょ。ないんだって。しょうがない。704だけど、ないものはしょうがない。だからどうなんだろうって全部入ってる。後から考えてください。知らないよ。あのね、音量のね、音量のなんかメーターしか出てない。スキルマックスに。いや、今したばっかだろ。何いうことあ？ない。すごいな、どの口が言うんだろう。ないんだよ、メニューボタン。俺ね、機械苦手なの。わかんないよ。カネメちゃん、そのメニューボタンを見てあげてくれないかな。あーない。うふふふないね。うふふないね。したはっきり言うしかないって。うふふふふん、なになにない。